ございます。綾菜京サービスエリアです。今日は天気がいいですね。ぐっすり眠れました。おはよう。今日はどうする？天気いいよ。綾菜京サービスエリアですけど、ワンちゃんがちょっと散歩するスペースはあまりないです。朝食セットいただきます。朝ごはんです。いただきます。おはよう。おはようじゃないか、ただいま。案内を終了し、はい、着いた。道の駅花街道つけちです。あの奥の方に広い広場があります。軽くディスク投げようかな。胸元だね。そう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 。よし。練習してます。熱心だね。感心するわ。そしてテラ。テラはダメだよ。ご飯待ち。そう、フード待ちです。まだだよ。ふやけてないからね。ご飯早くくれって催促してます。かディスクをやりたいと言っているのか、どっちなんでしょうか。ご飯みたいだね。ご飯か。はいはい。伏せ。今からエナの方に向かいます。エナといえばテラちゃんの生まれ故郷。せっかく近くまで来たんで寄っていきます。テラ反応どうなるやろ。ワンワン吠えるかな。5月
月20日が禁漁、アユ。すごい水が綺麗だね。まあもう18度もある、外が。高山大橋って。うわ、怖い怖い高い、めっちゃ怖い。着いたよ。何言ってんな。そう、プシってこう、うん、サブタカなんかできたところをなんかプシって取れた、取ったらこうなった。病院の先生が取ったらこうなった。今来てます。ああ、ジャスパー。大きくしやで。どれがいい？どれがいい？叩けばいい。ジャスパー、あの、インスタグラムでしか。うん、そうそうそう。綺麗ですよ、この子もね。そう。言われるんですけどね。展望台とかさ、あったよね。そこ、あ、これか。展望台 P って書いてある。100メートル先って書いてある。ここか。そうそうそう。左。あ、入れんようになってる。ここしか。五平餅買いました。アイテラちゃん出てきました。今日は暑いね。外今28度だって。スーパーで買ってきました。今日のお昼ご飯、おそばとお寿司のセットとスケロクです。ここでお昼を食べます。ちょっと時間が早いので時間潰してます。テラも時間潰してます。ましたよ。花街道まで来て道の駅まで行っちゃったりとかしましょう。みんな朝ゆっくりしたいから道の駅じゃなくてサービスエリア。サービスエリア行くね。頑張っております。坂道へ。ちぃちゃん頑張れ。花街道つけっちの土手に戻ってまいりました。
仲間を引き連れてきました。そして1921年に T 型フォードのシャーシーでああいうものを作る出すだから GM にはそれで聞かないから。投げ連始まりましたよ。カノンパパが拾ってくれてます。明日にねこの成果が出るといいんですね。夢中になる大人たち。頑張って練習してます。三座河原でディスクで遊びました。すでに6時半。この下が遠野岩やね。つけちきょう、倉屋温泉。また狭いとこ入っていくで。案内を終了します。ここまでの所要時間。違う入口、このスロープのところ違うな。ここだよな、うん、はい、お風呂出ましたよ。オンポイの湯かな。ご飯買ってきますよ。買い物終わって道の駅に行きました。はい、今日の夜ご飯ピラフとポテトサラダとだし巻き卵とあと春雨サラダあと酒というわけで近所のスーパーで安くなった惣菜を買ってまいりました。はい、なんか普段の車旅と変わりません。DC バーナーが集結しております。素晴らしい、でかい。それにしても何台いるんだろうこれ。すごいいっぱいいるよこれ。10台ぐらいはいる。10台どころじゃねえな、もっといるかな。ものすごいトレーラー、すごい大きいトレーラーまで来たよこれ。よくこれ引っ張ってきたね。電車だよ、もう電車、もうアメリカだよ。カナダか、カナダだよ、もうカナダ。なんかもうトラックがちっちゃく見えるよ。